どうですか、皆さん。わー、おいしい。ヌメアップだ。今日の衣装は、自然毒、天然毒って言って、森にこう隠れたら全然虎にも安全な。戦争力。軍人力。今日あなたの心に銃を刺します。カジャ。ね。カバンもカバン忘れました。カジャ。携帯忘れました。カジャ行って。影忘れました。大丈夫。はい。カジャ行って。でもタオル忘れました。はい。カジャ。バイクスタンド忘れました。ふわかわらずここで。はい、皆さん、今回ボリューム2春アデイのもう2カ所目の横浜です。久々に横浜ね、横浜なんですけど、今回この前仙台も無事に盛り上がって素敵なライブになったし、今回2カ所目の横浜もうどんなライブになるのかすごく今ドキドキです。ギザギザってね、ちょっとパワーとはちょっと違う感じの、またちょっとね春っぽい、そういう素敵なライブにしたいなと思うんですけれども、それでは今日もよろしくお願いします。レッスン花田ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっはっは、3時のおやつタイム。今日のおやつは何ですか？レーズンサンドウィッチ。わあ。I like raisin sandwich. わあ。わ。美味しそう。めっちゃ美味しい。わあ。わあ。わあ。はい。今から2分も始まるんで、じゃあ衣装着替えます。じゃん、お、うわ、あ、ソニーになっちゃいました。じゃん、あ、ルイになっちゃった。ちょっと待って。じゃあ30秒前なんで、スタンバイお願いします。じゃあスタンバイ。食べてる。うん。じゃあ映像から。多分油入ったかな。今始まる。仙台と横浜無事に終わって、次はどこですか？次は名古屋。名古屋行くよ、いよいよ行くよ。 Let's go。 はい、皆さん、今回ボリューム2春ではやっと名古屋に戻ってきました。いや、本当にワッサン名古屋なんて今日も。じゃあワッサップ名古屋ってな、その始まりは何なの？そのなんか名古屋のどこかの市です。ワッサップ名古屋なわけ。では今日も盛り上げていきましょう。ワッサップ名古屋。おほー、名古屋いいね。じゃじゃん、おはようございます。お願いします。
プロさん、こちらにちょっと来てください。今、素敵なアーティストたちがたくさんこうやって、いるんですけど、こっちに、お、今日僕たちのミッドナイトライブのものもあります。おお、落書きしちゃダメだよ。あ、これ罰金ですか。そうだよ、罰金あるよ。すいません、ちゃんと消して。消しゴムあるじゃん。ちよこじわどちよちちあんねせぷめなぬぬごめんご。ちよこじわどちよちち。何これ、差し入れです。うわー、うわー、イエーイ。いただきます。イエーイ。何これ、うなぎ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 。イエーイ。のカスタード名古屋めし。わーお、ミートマン、ありがとうございます。わあ、これどこなの。ジジ、これ、僕が食べたガッツサンドの中で1位です。めちゃくちゃうまい。わあ、何味ですか。これね、ガッツサンドの味なんだけど中にしっかりしたあのこのとんかつとピクルスとこの組み合わせがやばいです。わぁ、ありがとうございます。美味しそう。で、うちんちゃん美味しい。まじで、味噌ね。あ、味噌カツ美味しいね。味噌カツね、名古屋だと。あ、味噌カツだ、これ。わかった。なんで美味しいか。味噌カツサンドだ。いや、うなぎ？あ、天むす。天むす。一般モス。あ、モス。あ、モス。あ、天むす。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 わあ、何食べてますか今。ソニーとルイが先にこう撮影してるんで、その間僕はその間に食べるの。カツサンド、その間に食べるの。そうだよ、みんなの分待ちじゃん。あ、何これ、食べ残したやつじゃん。何これ、それでも美味しそう。それでも美味しそう。お腹がすぐ出てる。お腹がすぐ出てる。うまー。うまー。あー、눈물빨리빨리흘렀네。久々の名古屋でのライブが無事に終わったんで、今日めちゃめちゃ楽しかったです。今日手羽先パワーで、味噌カツパワーで、そうですね、今日めちゃくちゃあの、はい、フードサポートで、力も食べて力ももらったので、
最高な名古屋の思い出を持って帰ることができました、ね、必ずね、こんな楽しい名古屋でのライブまた近いうちにまたライブしに来ますので、はい、名古屋の皆さんよろしくお待ちしてください。今年は名古屋にいっぱい来るぞ。うわー